はい、育つ系うっかり YouTube 萌え子チャンネルです。今回はナポリタンアラビアータを作っていきます。ニンニク第2かけ、ソーセージ3本、ベーコン3枚、小松菜1房を食べやすい大きさに切っていきます。今回はワンパンパスタですので、深めのフライパンにオリーブオイル大さじ1を引き炒めていきます。小松菜の茎以外とニンニク以外を避けておきます。水を 500cc 入れます。浄水器です。こちらのような顆粒のブイヨンでしたら小さじ1、コンソメでしたら小さじ1より少し少なくしてください。フライパンに小さじ1の塩を入れて、スパゲティ 1.7 ミリを 200g 茹でていきます。リュウジさん流にグイーッと押して入れていきますよ。はい、小松菜の茎は1分ぐらいでまた避けておいてください。ちょっと面倒くさいけど美味しく出来上がるコツです。こちらの 1.7 ミリのスパゲティは8分茹でなので、その間にケチャップを取りに行きます。このスナック菓子は全然関係ないんですが、このまま食べてもなんか美味しそうですよね。おつまみになりそう。ワンパンパスタの基本なんですが、このスパゲティは 1.7 ミリ8分茹でとなっております。この水分を8分でうまく飛ばしていくんですね。中弱火から最後は強火にしていきます。鷹の爪半分をちょっと先に入れておいてください。他に1本分切っておいてください。辛いのが苦手な方は入れなくても結構です。普通のナポリタンになりますよ。スパゲティを避けてフライパンの底を出し、ケチャップを大さじ4入れます。さらに追いケチャップで大さじ2入れてください。はい、出来上がりました。ちょっと鷹の爪を見せるのがリュウジ流のポイント。ただ今回はリュウジさんのレシピではありません。2人前の残りはこうやって避けておきます。オリーブオイルをさらに小さじ1あえておくと、次の日のお昼でもチンすればいただけます。それではまた明日です。